モコのチームロゴどんな感じだったっけな忘れちった。見てみよう。なんかモコの顔文字みたいなやつにした気がする。<laughs> <laughs> いやこれだけちょっと、いいじゃん。手抜きじゃねえじゃん。一番良くない俺抱き枕で儲けようと思ってた、俺で。モコの枕で。このままクッションにしようかな。 で、モコの視聴者に、モコを生で会いたい抱かれ。どんな男に抱かれてもいいから、モコに抱、モ生のモコを見させてくださいってやつに、は、ンボールで売ろうかな。シャカトスタドなんか、ああ、そう、これね。いくよくないシャカヒント。河川さんの方がいい。チームどうやって上げるのこれ別に言ってもいいよね、別にね。いつ発表していいかわかんねえんだよな。でも言って1ヶ月だしな。なんかドラフトがあるんだよね。 でもな、ランダム性もある。正直。<laughs> 僕が3週間前に話してた。じゃあ、じゃあよかった。<laughs> じゃあ言ってもいいか。じゃあ言ってもよかった。あんまり早くさ、発表しすぎちゃうとさ、なんか寒い視聴者と時てさ、練習しろよみたいな。なんかカジュアル大会でガチで練習しろよみたいな。なそういうキモい奴らに、あの、参加してる人が襲われるのかわいそうだから、チーム発、チーム決めるのギリギリにしようと思って。で、しかも別に練習しなくていいから。 いろんなゲームあるから、別になんか、一個ぐらいは出れるから、絶対に、うん。絶対になんか、なんつうの、みんなできるようなゲームがあるから、何個か。別にそこ出ればいいし。で、やることも,もう全部決まってる、正直。もう。あとは、もう、細かい、細かいところを詰めるだけ。<laughs> 俺、187センチあるんだけど、S 席で後ろの人が見えなくなるとか、 内容よしよし、そこだけでしょし、重からくらいそう。お前がでけえのが悪いだろ。お前結構でかいぞ。187って。なんだその優しき巨人は。<laughs> 俺の体がでかすぎるから、後ろの人大丈夫かなって。